はいどうも、ブライアンです。本日も食べ飲み歩きで、本日は長田の方に来ております。まあこちらの方でね、美味しいね立ち飲みとかね、たくさんあるという情報を得ておりますので、早速お店を探して行ってきたいと思います。それでは行ってきます。はい、このまま北へ向かえば長田神社もある。高速長田駅、今回はこちらの地下にお店があります。早速降りていきましょう。足元にはお気をつけください。落ちないようにね。はい、そのまま奥へ進んでいくと見えてきました。今回はこちら、立ち飲み衆様。店内は立ち飲みスタイル、これがいい。こちらがドリンクメニューでございます。そして大正気合のおすすめメニュー、何食べよっかな。せんべろセットもあります、これはいい。カウンターにはおばんざいがとっても美味しそうに並んでおります。今回はせんべろセットにしました。このおばんざい美味しそうでしょ。それではお疲れ様です。乾杯。うまい。でこう。さあ早速おばんざいいただきますね。すごいボリュームですよね。ドリンクが3杯ついて、さおかつこれだけのおばんざいがついて1000円。これは絶対ね、頼むべきものだと思います。うまい。一品一品のね、このおばんざいがね、とってもね美味しくてね、パクパクいけちゃいます。まあ、上にね並んでるねおばんざいの数々がね選ばれていると思うんですけど、もうねこのポテトサラダもねめっちゃ美味しかったです。まあね、もっと食べたいときはね単品で頼んでください。なんかねこういうのってね嬉しいですよね。もっとせんべろでねお安く飲める、しかもうまいと、こういうお店がねたくさん増えてくれたらいいんですけどね。まあね、おいちゃんでもねせんべろでねいつもね収まらないんでね、結局ね、まあ、1000円以上絶対使っちゃうんですけどね。え、食べ始めてね飲み始めたらね止まらなくなりますからね。めっちゃ美味しいっすよこれ。このハムも絶品でございます。そしてフェイジョアーダ頼みました。ブラジル豆、こちらがいい。そして2杯目はトマトサワー、トマトチューハイか。それでは早速いただきます。ね、このブラジル料理でねこういうのもね味わえるっていうのがね嬉しいですよね。本格的な味でした。グーです。なかなかね立ち飲みでねこういう本格的なね料理を味わえるのはね珍しいなと思ってね頼んでみましたが、むっちゃ美味しかったですよ。もしねご来店した時にねあったらね頼んでいただきたいなと思います。結構ね日替わりでねいろいろメニューも変えられてると思いますんで、まあ、お楽しみね、今日は何かなと思いながら来ていただけたらなと思います。うまい。なかなかね味わったことのないねあの風味でね、これもいいなと思いました。噛めば噛むほど味が出てくる。トマトチューハイにも合います。そして軟骨入りの鶏つくね、今回はタレにしました。どうですか、美味しそうでしょ。
まあ、塩とタレが選べるんでね、お好きな方を頼んでいただけたらなと思います。うん、熱々でね、めっちゃ美味しいですよ。歯ごたえも十分、あの軟骨が入ってるんでね、だからあのコリコリ感もあるしね、そりゃお酒も進みますよ。さあ2杯目が終了したいと思います。うん、美味しい。そして3杯目もトマトチューハイにしました。最近ハマってます。もうね、美味しいしね、体にもいいなと思いながら、うん、これもパクパクいけちゃいますね。これの、ね、やっとね3杯目ですけど、これだけ飲めて、ね、初めのおばんざいもついて1000円ってとてもねありがたいし、すごいなと思いました。もうすごい満足ねできます。で、あてもね、いろいろね頼めてね、うん、たくさんね食べてほしいなと思います。これもね、美味しいんすよ、タレがいい。まあ、結構ね、焼き鳥とか行ってもね、つくねね、好きで頼むんでね、うん、美味しいっすよね。本当にお店もね、すごい落ち着いてね、もう常連さんがね、もうよく来てね、まずね、せんべろ頼まれてます。で、そっから食べたいものをね、どんどん追加していくっていう。スタイルのようです。こういうお店とっても大好きです。さあトマトチューハイ、これがいい。うん、うまい。もうね、最近ねこればっかり飲んでるような気がします。でもめっちゃ美味しいんですよ、グーです。あー、でも美味しかった。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、立ち飲み周様、いかがでしたでしょうか。とってもね、美味しいね、あてとお酒をいただきました。本当ね、お店のね、店主の方もね、とてもね親切な方で、話しやすかったです。それとね、せんべろ、今回ね珍しくね、せんべろ頼ませていただいたんですけども、ドリンクはね3杯飲めて、なおかつあてもね、とってもね、美味しいおばんざいがね、ついてくると。一つ一つがね、あの、結構ボリュームもあるんですけども、美味しかったんです。もうおかわりしようかなと思ったんですけどね、さすがにね、ちょっと食べ過ぎてしまってるなと思ったんで、まあそれは断念したんですけども。まあそれ以外もね、一品一品がね、とてもね、美味しかったです。もう一つ一つ全部ね、頼みたかったんですけどね。ドリンクも3杯。飲めるし、どうやろ、これ以上食べたらまたいつも通り食べ過ぎやろうなと思ったんでね、今回ね断念したんですけども、まあ本当にね、まずねせんべろを頼んでいただいて、それから追加であのドリンクやあのおばんざいとかね、あと、まあ、焼き物とかもありますんで、まあ、おすすめをね、あの選んでいただいたらね間違いないと思います。とてもね居心地もいいし、料理も美味しいし、お酒もねたくさん飲めると。で、何よりね、駅からねむっちゃ近いんです。まあ地下鉄の、まあ、永田駅、まあ高速永田とかねあるんですけども、もう地下街がねつながってるんで、もうギリギリ前飲んで、で、あ、もうそろそろやと思ったらスッとね電車に乗れると。ギリギリまで飲んでいただくことも可能だと思いますんで、ぜひね、あの永田の方に来たらね、あの寄っていただきたいなと思います。ただね、あの永田もね、新永田とこっちは高速永田の永田はね、若干ね、場所がね、離れてますんで、その辺だけはね、間違えずに来ていただきたいと思います。新永田、JR の新永田で降りちゃうとね、ちょっと遠くなるんで、こちらは、まあ、地下鉄でいうと、永田駅。阪神とかでいうと、高速永田の方になります。まあ、このまま上がってね、あの北行きに行くと永田神社があるという場所になるんで、まあ、永田神社とかね、その辺で
まあ、あのお参りやね、買い物した後にね、ぜひ帰りに寄っていただけたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もできたらよろしくお願いいたします。